皆さん、こんにちは。アートのための数学の授業を始めます。今日は、明るさを知るための数学について学んでいきます。担当の無駄です。まず、今日の授業で習得する内容について説明します。今日は、これらの学習により、証明学の基本、ね、証明学です。その基本を習得することを目指します。 どういうことを学んでいくか。まず一つ、部屋の明るさですね。まあ、暗い部屋、明るい部屋とかいろいろありますけれども、この部屋の明るさを表すのに、照度と単位はルクスですね。そういったものを使うんですけど、これについて学びます。 その後、照明自身が出す光の量ですね。たくさん光を出す照明とかね、えー、少ししか出さない照明とか、まあそういったものをね、えー、表すのに、高速というものを使います。単位はルーメンです。これについて学びます。その後ですね、方向の明るさ。まあこれは例えばスポットライトのようなものをね、考えていただくとわかるんですが、スポットライトっていうのは特定の方向に光を出します。 まあその時ですね、例えば、まあ、あのスポットライトの前にはどれだけの光が出るのか、まあ、45度傾いたところにはどれだけ光が出るのかとかそういった方向の明るさですね。方向の明るさを考えるのが高度というふうに言いまして、単位はカンデラなんですが、それについてまあ実例等を通じて学んでいきます。最後に、えー、照明の眩しさ。まあ、例えば皆さんが持っているスマホですね。スマホが暗いな、明るいなと。 まあこういうのはですね、軌道で表します。単位はカンデラを、まあ、メートルの地上で割ったものなんですが、これについて学びます。これらを通して、照、まあ、明学の基本を習得していきます。はい、えっと、それではですね、教科書の方に移っていきましょう。はい、えっと、それでは、まあ、あの、教科書を開いていただきたいと思いますので、今日はこの第1章ですね、明るさを知るための数学について学んでいきます。 まあルクスルーメンカンドラ等ですね。まあいろいろ学んでいくということにします。はいまず、えー、ルクスですかね。単位ルクスについて学んでいきます。まあ昼と夜では明るさは1億倍も違うと。 書いてありますが本当なんですかねと。はい、いうことですけども、あのー、まあ、明るさを測ったりするときにですね、例えば写真撮影なんかのときですね、まあ、しばしば露出計と呼ばれる機械を、えー、使うことがあります。で、これがその露出計なんですけども、まあ、例えば使い方としてはですね、この露出計を被写体のそばに持っていって、それで、ま、その場所の明るさを測るんですね。で、それで、えっと、ま、撮影を行うというようなものであります。 しかし、あの、明るさなんてですね、わざわざ機械を使わなくても、目で見てるんだからそれでいいじゃないかと思うかもしれません。しかしながら結構ですね、あの、写真撮ると失敗することがあるんですよね。まあ、それは人間の目といったものが明るさをあまり正確に感じ取ることができないために、あ、この風景いいなと思って写真撮ってしまうとですね、えー、見た目と全然違うね、えー、真っ暗な写真になったり、白だけの写真になったりすることがあるわけなんですね。 まあこのように人間はあまり本当の明るさっていうのを正確に感じ取ることができない感じ取ることができないんです、まあ、例えばですね、まあ、今あの言ったこと以外にもですね、えー、とまあ昼間の野外での明るさが2倍変わっても見た目には人間には2倍も変わったとは思わないんですね、まあ、このように人間といったものは、えー、結構いい加減ですので、えー、まあ きちんとね、写真を撮ろうとすると、まあ、こういう機械の助けを借りていくと良いということになります。はい。えー、それでは次にですね、まあ、明るさについてですね、具体的に学んでいきたいと思います。まあ、今日最初に言いましたようにですね、いろいろな明るさがあるんですけれども、まあ、ここでは一番簡単なですね、明るさを、まあ、学んでいきます。まあ、照明などで,ですね、部屋を減らすと、部屋は明るくなると。この時に、 照らされた明るさですね。照明などによって照らされた明るさのことを、まあ、照度、照らされ度合いというふうに言うということになります。で、この照度の単位はルクスというふうに言います。で、このルクスなんですけれども、あの、英語では lux というふうに書きますが、これは言葉のルクスですね。で、単位記号としては lx となります。 はいえー、とそれじゃあ,、まあ、あの照明によって照らされた明るさですね、まあ。それについて学んでいきたいと思いますけれども、えー、ここでですね、まああの照度を紹介しましたので、まあ、先ほどその人間の目は明るさを正確に感じ取ることはできないとね、えー、いうことを言いましたので、これをその照度をですね測って検証してみました。であの この露出計使ってもいいんですけど、露出計非常に高いんですね。数万円しますので、まあ、数千円で照度計っていうのが売ってます。まあ、それでちょっとね、あのー、計測してみました。えっ、ー、と、まあ、あのー、そうですね。部屋で原稿を書きながら、照度計を使って明るさを測ったんですね。そうすると、まあ、パソコンのキーボードの上は200ルクスでした。えー、ところが、ちょっと照度計を動かしてパソコンの台に置くと、100ルクスになったんですね。 えー、というわけで、あの、自分が椅子に座ったまま、ちょっと照度系の場所を動かすだけで、まあ、2倍も明るさが変わってしまう。ところが、自分では2倍も明るさが変わったとは思わないんですね。つまり、人間での鈍感なんですね。本当は2倍明るさが変わっているのに、まあ、人間はそんなに変わったとは思わないと。まあ、このように実際に計測してみても、まあ、あの、人間というのは正確に明るさを感視取ることができないと。ということが、まあ、わかるわけなんですね。 というわけで、いろいろ正確にやろうとすると、まあ、機械の手を借りるということになります。はい。というわけで、まあ、正確にやるときには機械の手を借りるんですが、そうは言っても、大まかな明るさですかね。まあ、それは知っておいた方がよい。とういうわけで、ちょっと大まかな明るさを紹介していきたいと思います。で、えっと、これはですね、あの、大阪市立科学館。 ですかね。あの、暦ハンドブックに載っているいろいろな場所の明るさの表です。で、えっと、まずですね、晴れた日の昼。ね。太陽が照ってる晴れた日の昼。これは、だいたい10万ルクス程度です。もちろん、多少わかりますね。だけども、まあ、たい10万ルクス程度だと覚えておいてください。ね。多くの人が経験する一番明るいところは、晴れた日の昼ですから、それがだいたい10万ルクス程度ということになります。 で、曇りになると、大体、まあ、その4分の1程度、2万5千から3万2千ルクス程度ということになります。だから、屋外は、数万から10万ルクス程度だと、昼間はですね、思っていただければいいかなと思います。ところが、これがですね、室内になります。えー、百貨店売り場。百貨店売り場というのは比較的明るいんですが、えー、わずか500から700ルクスになってます。で、これ見ていただくとわかるのは、 室内、照明のある室内と屋外っていうのは明るさが全然違うんですね。全く違います。えー、もうこれなんかね、100倍以上違いますよね。だから室内で照明あるのと屋外、100倍以上違うんですよ、昼間は。だけどそんなに違うと思わないですよね。だけど実際は本当に違うということなんですね。 はい。というわけで、まあ、あの、室内大体いい数百ルックスと覚えておいてください。ここにもありますね。えー、三条は蛍光灯2本の八0は300ルックスというわけで、まあ、大体室内は数百ルックスですね、えー、になっているということです。で、えっ、ー、と、屋外の昼間は10万とかね、数万から10万ルックス程度と覚えておいてください。で、あと、日の出日の入りが大体、えっ、ー、と、300ルックスで、えー、室内と同じような明るさになっています。 はい。あと、街灯下。街灯下は、えー、50から100ルクス程度ですね。まあ、室内よりちょっと暗いですよね。で、あと、月明かり。月明かりは1ルクス程度というふうに書いてあります。えー、それとあと、満天の星空は0.001ルクスというふうに書いてあります。 はい。というわけで、まあ、これらですね、覚えておいてください。えっ、ー、と、まあ、一応全部覚える必要性はないんだけども、まあ、屋外の明るさと室内の照明がある時の明るさ、数百ルックスか、は覚えておくと良いかなと思います。あと、余裕がある人は月明かりが1ルックスだとかね、えー、こんなの覚えておくといいかなと思います。はい。えっ、ー、と、それでですね、まあ、私たち、 まあ、一つの目でどれだけ違う明るさを見ているかというと、満点の星空を基準とすると、まあ、晴れた日の昼っていうのは、まあ、1億倍近く明るいということになります。で、1億倍も違う明るさをですね、まあ、人間といったものは、まあ、レンズとか何も交換せずに同じ目で感じているということになります。というわけで、まあ、非常に優れた、えー、機能を持った目を持っていると。 人間はですね。ということになります。はい。それじゃここで確認問題をやってみましょうかね。えー、該当下は何ルクスだったでしょうか。ね、該当た。そうですね。まあちょっと室内より暗くて50から100ルクスというふうに言いました。はい。こんな感じになっています。